こんにちは、東京から来ました。ミカイと言います。僕は東京都交響楽団というところでクラリネットを吹いてるんですけれども、今回はここバックンの、ショップにお邪魔してます。この普段僕が持ち歩いてるケースの中に何が入ってるかを見せてほしいということで、ちょっと今からお見せしようと思うんですけれども、まずここを開けて、これチャックになってます。これを開けると楽器が入ってますね。アーカンとベーカン、それからマウスピースが2つ。それと、これは、水が漏れた時に使う吸水シート。これは楽器を拭く布ですね。あとはちっちゃな小物がいろいろ入ってます。上のチャックには、これはスワブ、それからリードナイフ、あとこれはちっちゃな工具なんですけれども、ドライバーなどが入ってます。ここに入っているのが、これはキーオイルですね。キーオイルが漏れないように、こうやっていろいろくるまれて、ここにキーオイルが入ってます。それからここにあるのが、これは何かがトラブルが起きた時に使う接着剤ですね。それからこれは楽器を掃除する綿棒、グリス、それからマウスピースの中を掃除するブラシ、こういったものが入ってます。あとはこれがリードですね。あと鉛筆、これは歯を掃除するやつです。あとこれは予備のリガチャーに、メガネ拭きですね。反対側にもチャックがあります。反対側のチャックにはまずリードケースが、これ全部で5つあるんですけれども、それぞれが両面にリードが入ってます。こういう感じですね。これをひっくり返すと、こう。これが5個。他には、このリードを削る紙やすり。紙やすりですね。あと、今、バンクーバーに来ているので、たまたまパスポートが入ってました。あと、主に入っているのは楽譜ですね。楽譜は、今持ってるのは、こういう感じです。こういう楽譜が今、たまたま入ってました。それから、これは、僕のオーケストラの出番の表です。あと、これは僕がリードを管理するときに使っているメモですね。何のことだか分かんないとは思いますが。これは僕が普段よく、ウォーミングアップのときに使っている、いろんな楽譜をまとめたものです。すごく、指の体操みたいな。あと、指使いですけど、まあ、メモ帳ですね。はい、こんな感じです。これが僕が持ち歩いているものの全てです。